ここもまあ俺は注目しているところではあるね。ラギスが強いっていうのも一つあるんだけど、リズアートがマウスを変えてすっげー練習してるの。リズアートが本気を出してめちゃめちゃ強くなってる状態で FNCS 始まるとどうなるのかなっていうのがすごい楽しみなんで、これ見ていきたいと思います。デブチャンネル、今日は何をしていきますかというと、せっかく俺 FNCS の実況動画撮ってるから、注目選手、注目チームのおさらいしときたいなって思ってて、今日はそれをやっていきたいと思いますので、コメント欄の皆さん教えてください。みんなのおすすめするチーム教えてください。俺の中のめちゃめちゃ強いなって思うチームはマウフィンのチーム、一番強いんじゃないのかなって思うかな。マウフィン、リムル、ワイホだっけ。マジでパッと界超新星2人とマウフィンが組むことによってどんだけ強くなるんだっていうのがすごい俺はね楽しみかな今回。ボブのところルリとやってんだ。へえ、ペガサスたちのチームもいい感じじゃん。キャッシュカップいいね。軽く見ていく、みんなのおすすめチーム。ちょっとボブたちのチーム見に行っていいかな。見に行くか。もしかしたら間違ってる情報を言うかもしれませんが、画面のそこのあなた責めないでください。はい、お願いします。おじいちゃんなんで、はい、間違えてることがあってもね、コメントで優しい、おじいちゃんそれは違うよって教えてください。よろしくお願いします。じゃあちょっと終盤を見に行こうか。さあギリ見れる。さあ進行役はルリがやってる模様ですね。まあキャッシュカップなので FNCS とはね違う動きになると思いますが、さあそのままルリが進行。ちょっとラグいね。まあ許してほしい。さあルリボブのチームですが、まあ戦闘力で言ったら申し分なしの戦闘力だね。しっかりボブがねパッドの人としての使い方をやって戦ってくれるからね。しっかりこれはいいチームなんじゃないの。さあ落としてダメージカットして、さすがのうまさだな。ここはボブがしっかり後ろで、ラル君と後ろで後ろの敵を倒していく。さあそれを前の方で見ながらルリはしっかり、さあ移動して目の前オントップ。さあ全員で回復、いいね。あいいね、いい動きしてるね。さあここでハイグラを取りに行って、さあハイグラダッシュ、ワンボックス入れてる敵をダメージ、さあ落とされてしまうが上はキープできて、さあ落下ダメージで倒していく。さあこれはラル君もうまい。ボブが死にかけたがチャグバズ2本持ってるので、さあ回復しながら進んでいきます。強いね、強いねこのチーム、いいね。さあまず一つ目のおすすめチームというか、さあ優勝候補でしょう。さあしっかりと倒して、さあ現在、20キルしています。さあこれは FNCS でも結構期待ができるチームなんではなかろうか。さあそして資材を落としてボブがさあやりに行きます。さあラル君もしっかり戦っている。さあボブとルリはね面識ある、ラル君は僕は知らないけど、さあしうまいですね。さあ目の前出てきたところしっかりボブが一緒に倒して、さあ残りの敵もラル君が倒しに行っている。さあ回復フロッパーを3つ取ってしっかりとアイテムリフレッシュもできる。さあ前に進みながら、さあボブがやられてしまったがラルがまだいるのでどうにでもなる。さあここはラルが回復勝負するか。タグバズをもらって下からのサマシンガンの圧に耐えて、さあルリもチャグバズを持ってるので回復勝負はできるが、さあここはもう倒しに行く選択か。さあアセルトライフルでしっかりと残りの敵も全部倒して23キルビクロイですね。ここ強いね、いいパーティーができたね。ルリがしっかり進行してボブとラルの点滅力で後ろを倒しながら終盤キルを持っていくという、まあ理にかなってるパーティーになってますね。ここは結構期待できるチームなんじゃないの。今日はこんな感じでキャッシュカップの勝ってる試合を見てこういうチームねっていうのをやっていきたいと思います。で紹介動画を作ってチャリンチャリンですね。 FNCS も盛り上がるし、選手たちも紹介されてハッピーだし、俺はお金をもらえてハッピーだし、最高じゃない。リスナーたちはいろんなチームがどこが組んでるのか見れるし、最高じゃない。損してる人おる？いなくね。一石三鳥ぐらいあるんだけど、ウィンウィンウィンぐらいあるな。じゃあ一組目のパーティー、ボブ君たちのチーム、ここは強いですね。 FNCS も期待していきたいと思います。ここはここめっちゃ強そうじゃない。ここアレン・レイナ・シャモキーのチームどう。シャモキーここ見に行く。今1位だから見るか一回。さあいきなり終盤です。さあアレンが
さあ動いて、あー本当だ、キャッシュカップ1位だここ。あそうだ、ここ1位のところだ、前回1位のところじゃん。さあ出た、めちゃめちゃ強かったよなここ。さあ前回 FNCS 王者、さあアサルトライフルで倒して、さあ前回1位取ったけどあんまり前回の FNCS 見れてなかったからね。さあここはジャンプパッドで飛べなかった敵をしっかりと倒して、さあ1人倒してしっかりとアンチの行く先を見ている。さあここは進行は誰がやるのか。さあシャモキーも切る。さあレイナーが前に行って、さあアンチを取るのかな、レイナーさんかな、読み方合ってるからレイナーかな。さあレイナー、これはハイグラを狙ってますね。さあ今日はアサルトライフルでヘッドショット、さあマチルを倒して、さあもう一人も倒して、さあ一気にダブルキルゲット。大事ですね、目の前の物資を漁って、さあショットガン変えて、さあやっと青色になった。3点バウト使ってんだろ、珍しい。さあ上のハイグラの選手はもう移動しているので、さあここはどうにか、さあレイナーたち、さあアレンのチームも進んでいきたい。さあいいですね、さあ全員スキンを変えて、さあもうアサルトライフルで、さあゴリゴリに倒していきます。あ2点バーストか。さあハイグラを取りたいが、ここではまだ取りに行かない。さあ前回王者なので安定した強さあるが、ここはジャンパッドを使って上を取りに、ここもまだ行かない。さあ中間地点をゲット。さあ前回1位になった戦い方ですからね、これ。さあここで上のハイグラを潰すという判断。さあしかも全員の意思疎通が早い。しっかりとアサルトライフル撃って、さあここはぶっ壊して、さあすごい重い上の敵を落として、ここはさあレイナーしっかりとハイグラを取りに行く。いいですね。さあアンチンコしレイナーがしっかりハイグラを取って、さあハイグラバトルが行われている。さあレイナ、ここは腕の見せ所をしっかりミニポトデカポを飲んで回復していきます。レイナ、レイニーさんなの、レイナーさん、読み方だったらレイナーじゃない、新メンバーなんだ。さあアレンも進行ができる、チャグバトを持って、さあシャモキーに回復を上げて、さあそのまま移動していく。でですね、ジャンパーもう一個使って、さあここはアレンが無理やり取りに行く。116カット、ワンボックスしっかり倒していく。強っ。さあ1人倒したので、これはハイグラを味方の援護もあって、さあ取れた、資材もゲット。さあ上からあとはアサルトライフルを打つだけ。うまいね。さあジャグバズを、さあ全員で打って回復、回復勝負していきます。さあ残った下の敵を全部倒して、さあ FNCS 直前。いいですね、チーム強いね、しっかり。レイナーさんが新しい人ってことはさ、もともといた人は誰か抜けちゃったってこと。1位取ったチームなので、ね、さあここはサタライフルしっかりやって、 FNCS1 位しか持っていないアックスがさあ光っている。ちょっとフロッパー1つ食べて、さあチートしていく。残り6人、残り9人、6パーティー。あーお引っ越ししたんだ、引っ越ししたからできないんだよ。あそうなんだらしいです。前回王者の一人のチームメイトは海外にお引っ越ししたため、悲しくも解散したらしいです。さあそこに新しく入ったが、やはり前回1位を取ってる男はさあまだ強い。さあワンボックスにここは入らず、さあ戦いの行く末を見て、さあローグラではシャモキーがしっかり撃破。前回1位王者、今回の FNCS でもさあ猛威を振るうでしょう。楽しみですね。さあリザートのタッチのところがやばいということで、さあ見ていこうか。ここね、ここもまあ俺は注目しているところではあるね。ラギスが強いっていうのも一つあるんだけど、リザートがマウスを変えてすっげー練習してるの、こいつマジでやばいよ。1日80時間練習してっから、リザートが本気を出してめちゃめちゃ強くなってる状態で FNCS 始まるとどうなるのかなっていうのがすごい楽しみなんで、これ見ていきたいと思います。今日紹介するチームでも多分変わっちゃうチーム何個かあると思うんで、 FNCS になったらあれ違うなっていうところもあると思います。見てる人はもう大体これなんだなっていうので見てもらったら大丈夫だと思いますので、さあ見ていきましょう。さあラギス、リザート、ハルキオのチームです。
さあやはり注目するのはラギスのクラッチ力。さあそしてそれを支えるリズアートとハルキオさんたち。おーもさあキャッシュカップ重いのでね、ちょっとコマ送りの部分がありますが、さあ鬼のように重いですねこれはね。そのうち安定してくると思うので皆さん、さあ安定してくれ頼む。おーもこれ待機移動を入れないとな。さあラギスがサブマシンガンスナイパー、青ポンプを持った状態でさあ終盤に挑んでいます。さあここはさあクラッチキングラギス、さあもうクラッチと言ったらラギスみたいなところ、正直もうみんなのイメージではねついていますよね。やっぱり終盤の怒涛のね一人で短期突入して目の前の敵を全部倒すうまさ。さあ目の前の敵の HP がないが、さあここは倒しきるか。この敵がどこに移動したかってのを見るのがうまいんですよラギスは。さあしっかりとロー HP の敵を逃がさないぞと、さあキルを取りに行きました。さあこれがラギスの強み。さあしっかりとサブマシンガンゴリ押しで、さあ1キル持っていった。さあハルキオさんが前を進めている中、さあ進行していきます。さあハルキオさんいい感じに進行できてますね。さあリズアートが周りのアシストをするという、さあ昔のリズアートじゃありえない役職をしてますね。昔のリザートだったらあの行く側だったんですけど、今回はそれをラギスがやる。うますぎる。サブマシンガンで張り替えて一発ショットガンでダメージを与える。さあ後ろを見てアンチが来てるね。上から落ちてくる人間にもうますぎ。さあサブマシンガンで一気に潰して、ここは回復アイテムを取っていく。さあフロッパーを1個ゲットできたので味方に与えて回復勝負ができる。さあこれしっかり強いですね。さあ目の前にムーンがいるが、後ろを取ってまずは1人無理やり持っていって、ムーンもここは持っていくか。危ない。残り HP64。 さあたった一人で短期突入。さあミニポケデカポンを持って、さあ回復していきます。さあここのチームも強いで、さあ一人敵が入ってきたが、ここは階段を置いていなしている。さあそのままなぜか落下ダメージでキルが入った。もう目の前のムーンも倒しそうな勢いだが、しっかりエイムしてまずはムーンを一人撃破。まあ、さあもう味方と近くにはいません。味方の近くにはいません。さあ単独と行動だが、単独でも強すぎる。俺がキルを取ってくるわと言わんばかりに、さあどんどん倒していくぞ。さあ FNCS でこの動きをしたらもうすごいぞ。さあ目の前の敵もしっかり倒していきたい。さあアサルトライフルを持って、さあ倒して、さあ回復勝負はラギスがするか。さあ今度はリザートたちが倒しに行く。まんさあリザート、ここは1人倒して、さあいいエイムですね。あのマウス変えてからエイムが良くなったと言っていたので、ね、今回はねあのリザートのさあアサルトビームに期待ですよ。これは強すぎる。さあ上からアサルトライフルを打って、さあリザート落ち着いている。ですねこのチーム強そうだね。勢いすごそうね。安定はどうか分かんないけど、でも1試合におけるポイントの獲得の仕方が多分勝った時えぐいから、それプラス安定し始めたらめちゃめちゃ強いから、もしかしたら手のつけられないパーティーになるかもしれないね。誰も追いつけないっていうパーティーになる可能性があるので、さあこれは楽しみ。リザートが無理やりいって、ここはしっかり撃破。さあ12キルビクロイかな。おめでとうございます。ここも注目のチームなので、皆さん FNCS の配信で応援よろしくお願いします。